ちょっとやっぱりわからないですよね。ちなみにライバルはどちら？やっぱ長いさんでね、そういう方がいらっしゃるから、やっぱりそれは珍しかったですから、これでいらっしゃるでしょうか。どこやったらちょっとあれですけれども、これはすごい熱中してました。これは今日また去年のように、はい、あの解体をして皆さんに通常価格で振る舞ってしまうんですか？はい、この後ですか？もうすぐ。そうですね、はい、今日お店に出るということですね。はい、出ます。社長自ら解体される？はい、します。店舗でいうと本店だけなんですね、このマグロが出ます。いや、少しずつ今日で全店に全部、あの全店のお客さんに一貫ずつでもいいから食べていただきたい。一人一貫ずつになっちゃうと思いますけど、ね、そうか、いろんなお店でじゃあ出る可能性あるということですね。一貫これ、うん、原価で3万以上ですよ、1つの1貫が3万円がいくら出るんですか、お店では？普通の値段です。100いくらとか400円、500円くらいで、赤身で128円、はい、プラス消費税です。これ一目で分かるんですか、こういうのって？その競りの前に皆さん見てるじゃないですか、はいはいはい、あの尾っぽの方とか、はいはい、そういうので分かるんですか？大体がね、あとは終わって食べてみないとあれですけどもね、はい、でも皆さんやっぱりこれ狙ってきました、はい、一番いいと、みんなに分かる。